アウディ A8A8 はドイツの自動車メーカーアウディが製造・販売する同社の高級乗用車フラッグシップモデルである。香港では日本使用車を中心に取り上げる。1988年に登場したアウディ V8 の後継モデルとして1994年にデビューした。名前の示す通りアウディのフラッグシップモデルで海セグメントに属している。 駆動方式は一時期は FF モデルもあったが、現在はクワトロシステムフルタイムのみ。日本へは1995年から導入している。最大の特徴はオールアルミニウムボディ車であることである。アスフコンセプトの下、オールアルミ製のスペースフレームにアルミパネルを仮装するという設計で、全長5メートルの大柄な車体が軽量化され、走りの良さと少年費を生み出している。 ハイパフォーマンスモデルとして S の名を冠した S8 がある。初代モデルにもロングホイールベース車が存在するが、日本市場には投入されていない。2001年、本国で世界初の W 型12気筒エンジンを搭載した市販車6.0クワトロが発売される。2009年12月1日、欧州で2010年モデルとして発表。 ザードオブプログレスと呼ばれるコンセプトにて、エレガントなデザインと結出したドライビングエクスペリエンスを提供している。欧州向けには、直噴 4.2LV 型8気筒ガソリンエンジンを搭載する 4.2FC、最高出力 350HP と最大トルク 81.6KGM を発生させる 4.2LV 型8気筒ディーゼルエンジンを搭載する 4.2TD、 3.0LV 型6気筒ディーゼルエンジンを搭載する3 0 t d を設定。トランスミッションは先代の6速 AT から8速 AT に変更された。L はロングホイールベースモデルを表す。2017年7月11日、スペインのバルセロナで開催されたアウディサミットにて初公開。その後欧州では2017年10月5日に 販売開始された。エクステリアデザインは2014年に発表されたコンセプトカー、アウディプロローグに基づいた新しいアウディデザインを採用。シングルフレームグリルを大型化、ワイド化したほかテールランプは左右が一体化されている。インテリアは水平基調なデザインで、先代より広くなり、センターコンソールに装備された10.1インチの メインモニターと8.6インチのサブモニターが先進性を強調している。さらに、アウディバーチャルコックピットと呼ばれる12.3インチのフルカラー液晶ディスプレイによってフルデジタルメーター化された。5つのミリ波、レーダー、5つのカメラセンサー、12個の超音波センサーに加え、量産車として初めてライターと呼ばれるレーザースキャナーをフロントに搭載。 これら最大23個のセンサーからの情報をセントラルドライバーアシスタンスコントローラーによって統合的に分析し先進運転支援システムの自然な制御を実現した。当モデルは市販車として世界初となるレベル3自動運転機能アウディ AI トラフィックジャムパイロットを採用したモデルとして発表された。しかし、 各国の自動運転車に対する法律の整備等が追いついておらず、2020年5月現在、アウディ AI トラフィックジャムパイロットを搭載する A8 は、世界のどこの国でも販売されていない。2018年9月5日日本使用者を発表。同年10月15日から日本での販売を開始した。導入されるのは 3.0LV 型6、気筒エンジンを搭載する。 A855TFSI クワトロ 4.0LV 型8気筒エンジンを搭載する A860TFSI クワトロ 4.0LV 型8気筒エンジンを搭載するロングホイールベースモデル A8L60TFSI クワトロの3種類またすべてのタイプに 48V マイルドハイブリッドドライブシステムを搭載し燃費性能を向上させている ありがとうございます。